血小板活性化因子は、血小板凝集や脱下流、炎症、アナフィラキシーを含む多くの白血球機能の強力な臨脂質活性化剤、メディエーターである。エイジプックとしても知られている。また、白血球の血管透過性、酸化的破壊、疎化性や、食細胞におけるアラキドン酸代謝の増強に関与している。 半球、マクルファージ、血小板、血管内皮細胞を含む様々な細胞種による特異的な刺激に応答して産生される。O、アルキル側作の長さが異なる負のいくつかの分、小種が同定されている。負は、気管収縮の重要なメディエーターである。負は血小板を凝集させ、血管を拡張させる。従って、止血の過程において重要である。10から12モル。 L の濃度において、負は、気管支喘息様の症状を誘導する命に関わる、軌道の炎症を引き起こす。破壊されたバクテリア断片といった毒素は、負の合成を誘導し、血圧の低下と心臓によって創益される、血液量の減少を引き起こす。これによって、ショック状態あるいは、死の危険性もある。負は、フランス人免疫学者、 ジャック・バン・ベニストによって1970年代初頭に発見された。構造は1979年にコンスタンティーノス・エーディマ・パリスによって解明された。フは LPC アシルトランスフェラーゼによってリゾホスファチジルコリン及びアセチル COA から生合成される。また、ホスフォコリントランスフェラーゼによるにアセチルモノアルキルグリセロールエーテルにも由来する。は オスホリパーゼ A2 と関連しているフアセチルヒドロラーゼと呼ばれる一群の酵素によって分解される。ありがとうございます。